1953年、野口久光は日本の映画、ジャズ、ミュージカル評論家、画家、グラフィックデザイナー。生涯に1000点を超える映画ポスターを描いたと言われる。栃木県宇都宮市出身。1922年、旭川公立北鎮小学校卒業。1927年、千葉県立千葉中学校卒業。1933年、 東京美術学校工芸部図案家卒業。東京美術学校卒業制作で描いた、制服の処女や、オールトーキーニュースなど7点が、美光買い上げとなる。1933年11月、欧州映画の輸入配給会社の東は生じ、合資会社映画部、図案部に入社。東は生じ合資会社は、1928年10月に、川木と長政により設立され、 サイレント映画を代表するメトロポリスや無声映画の最後の傑作と言われるアスファルト、トーキー初期の名作、嘆きの天使、ルメリオン、自由を、ガトーにパリサイなど、新興の映画配給会社でありながら良質な欧州映画を次々と日本に紹介したことで、当時学生を中心に映画ファン憧れの的であった。美光時代映画サークルに所属し、たびたび、 東亜商事を訪れていた、久光もその一人であった。デモテープならぬ、デモポスターを持ち込み、試験を受けるともなく入社するに至る。久光が入社した時代は、欧州映画、時に、フランス映画の黄金時代にあたり、四大巨匠と呼ばれるルネクレール、ジャック・フェデー、ジュリアン・デュビビエ、ジャンル・ノワールを中心に厚木早に、名作、傑作を送り出していた。 スター中心のアメリカ映画は宣伝ポスターに関しても、スターを中心にという制約があったが、脚本、作品重視のフランス映画はその作品にあった、デザイン、レイアウトが求められ、特に、東亜商事は広告宣伝にも、お金はかけるがデザイナーに任せるという社風だったので、その意味でも久光にとっては幸運であった。1942年、太平洋戦争による、 映画臨戦体制のため、東和商事が解散したため、中華電営へ転出、上海へ渡る。上海では、映画のポースターデザインの傍らジャズをはじめとする音楽、評論、配線後ともに収容所に収容されることとなる、リコーランのリサイタル、ヤライコーラプソディの企画、構成も手掛ける。百四十六年、上海より引き上げ、東方撮影所を経て、新東方にて、 映画プロデューサーに、大学の門や、江ノ県の飛び女冒険旅行、東京のヒロインなど6本の映画を世に送り出す。1951年、新たに発足した東和映画株式会社宣伝部に入社。天井桟敷の人々、第3の男、禁じられた遊び、大人はわかってくれないなど、戦後の欧州映画の傑作映画ポスターを数多く描く。 特に1960年の日本公開の際、描かれた、大人は分かってくれないのポスターは監督のフランソワ・トルュフォーが絶賛し、久光に素晴らしいポスターを描いてくれてありがとう。とお礼を寄せ、感謝の意を伝えた。その後来日したトルュフォーと対面した久光が、大人は分かってくれないのポスターの原画を贈呈すると、感激したトルュフォーは、1962年制作の オムニバス映画、20歳の恋の中のアントワーヌ・トコレットの中の印象的な小道具として、この野口のポスターを登場させる。110年を超える映画の歴史の中でも、自作のそれも他国でデザインされた映画ポスターを自らの作品に登場させた例はケウである。生涯このポスターを愛したトリフォーは1984年に亡くなるまで、 自分のプロダクション事務所にこの原画を額に入れ、大切に飾っていた。なお、トルーフォーが亡くなった後、フランスで出版された、トルーフォーレミレイティ・ユヌニュー・アメリケンズという、追悼本の表紙を飾ったのも、この野口作品であった。現在フランス、パリのシネマテイクフランセーズにも多くの野口作品が永久保存されている。邦画では、大林信彦監督の、二人、 青春、デンデケデケデケ、はるか、ノスタルジーのポスター原画を描いている。また戦前から、ジャズや軽演劇、レビュー、ミュージカルの第一人者として活躍し、多くのポピュラーレコードの解説、ジャズ雑誌でのレコード批評、ミュージカル評論を残した。日本のオリジナルミュージカルの発掘にも尽力。ふるさとキャラバンの名誉応援団長も務めた。1978年、 永年の文化活動により、四樹法賞を受訓。1983年には、訓四等、極実賞受賞を受ける。なお、日米ジャズ、ミュージカルの橋渡し役の貢献からニューオリンズ、名誉市民、ルイジアナ州クローリー名誉市民にも選出された。1994年6月13日、84歳を打つ。ありがとうございます。